エリコフォンは、スウェーデンのエリクソン社で作られた一体型電話機で、ある。エリコフォンダイヤルとフックスイッチが収められたテーブ。エリコフォンは1940年代遅くに、ヨースタター・アーメス、ラル・フライセル、ヒューゴ・ブロムベルグラのデザインチームによりデザインされた。この電話機の特徴は、二つの主要部位が一つの、筐体の中に収まっている点である。この一体型デザインは、 典型的なコードレス電話や携帯電話に至る進化を数十年も先取りしていた。エリコフォンはプラスチック製のインダストリアルデザインの禁止等とみなされている。この電話機の量産は1954年に始まり、初期のモデルは公共施設向けのみに販売されていたが1956年からヨーロッパやオーストラリアの市場で販売が開始された。スウェーデンでは エリコフォンはその形状がヘビと似ていることからコブラ電話として知られている。ベル研究所は当初エリコフォンの米国市場への導入を許さなかったが、すぐにベストセラーとなった。米国市場へ導入された時は18色から選択できたが、後にノースエレクトリック社に生産外観されると、色数は8色に減らされた。 ほとんどのエリコフォンは当時製造されていたすべての電話機の典型と同じく機械式のロータリーダイヤル方式の電話機であった。エリクソン社は呼び出し音に小型のブザーを使用し、ノースエレクトリック社は電子式エリコトーン呼び出し器を自社製のエリコフォンに使用した。エリコトーン呼び出し器は単純な1個のトランジスタ、発信回路が電話の呼び出し音として、 感高い音を発していた。機械式のベルを備えたものや、ロータリーダイヤル方式の電話機は、トランジスタの必要がなかったので、これは、電話機に、トランジスタが使用された、最も早い事例の一つであった。ノースエレクトリック社は1967年に、トーン信号版のエリコフォンの米国市場へ導入したが、これは、ロータリーダイヤル版ほどは生産されなかった。 トーン信号版のエリコフォンが年を経るにつれ気象となっていったのは、フックスイッチ機構の設計上の欠陥から、手荒に置くと使用できなくなるからであった。ノースエレクトリック社は、北米市場向けのエリコフォンの生産を1972年に、止めた。エリクソン社は1976年に、同社の100周年の記念にプッシュフォン方式のエリコフォン、モデル700を発売した。 モデル700は角張ったデザインであったが、トーン信号方式ではなかった。ボタンが押された時に、電子部品が電気信号を伝達する代わりにロータリーダイヤルが電気信号を真似た信号を発した。エリクソン社は1980年頃まで、ロータリーダイヤル版のエリコフォンの製造も続けていた。ありがとうございます。